委員会のあり方について一言申し上げます。本日は新型コロナウイルス感染症の対処等に係る集中審議であります。これまで国会が積み上げてきたルールの通り、本委員会の所管大臣は財務大臣はもちろん、総理大臣、そしてコロナ対応の実務を担う厚労大臣、そして質問者が要求する担当大臣、それらが出席するのが当たり前であります。しかしながら自民党はそれらの要求を拒否なさいました。予算委員会は予算の執行状況に関する調査という目的のもと、その都度テーマを設定し幅広い議論を行ってまいりました。予算は国の活動ほぼすべてに及ぶことから、その執行状況を監視し、時にその政治責任を問う重要な役割を担っております。この特別な権能を担う予算委員会、それらに所管大臣である麻生大臣さえも出席しないということは極めて異例、異常な事態であります。国会閉会以降、豪雨災害、新型コロナウイルスの急激な感染拡大、こういった国を取り巻く状況は大きく変わっております。先ほども指摘がありましたけれども、今日の東京都の感染者が過去最多280人台の見通しという報道もあります。この重要な局面において、なぜ出席大臣が西村経済再生担当大臣なのでしょうか。この予算委員会で審議するその意味というものを委員の各一同も考えていただきたいと思います。またあたかも衆議院の日程に合わせるように、この参議院独自の慣例を無視してただ予算委員会を開くということを優先したのであれば、それは参議院自身による参議院軽視にほかなりません。こういった長年積み重ねてきた先人たちが努力してきたこの慣例、それらを軽視することについて極めて強い懸念を表明し、質問に入らせていただきます。